核保有国同士の戦争回避や戦略的リスクの低下が我々の最も重要な責務だと認識していると表明をしました。おはようございます。2022年、令和4年1月4日火曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題1としては、米英仏中ロ、この5カ国がですね、核戦争回避に向けて、共同声明を発出しました。アメリカとイギリス、フランス、中国、ロシア、この5カ国、昨日1月3日にですね、核軍縮の推進に向けた共同声明を発表しました。核保有国同士の戦争回避や戦略的リスクの低下が我々の最も重要な責務だと認識していると表明をしました。中国の外務次官は、5カ国の指導者が核兵器の問題について声明を発表するのは初めてと意義を強調しました。この、ね、5カ国、アメリカとイギリス、フランス、そして中国とロシア、この2つの陣営に大きくは分かれており、中国とアメリカ、非常に、ね、バチバチやり合っておりますし、ロシアについてもですね、NATO のウクライナ問題、こちらに端を発して、今ウクライナでは緊張が非常に高まっている。その背景にはやっぱり核兵器、こちらをどのようにみんなが管理していくのか、やっぱりこの問題避けて通ることができないということになっております。特に1年前バイデン政権発足当初の最初の課題として上がったのが核軍縮の問題、こちらをね、ロシアとアメリカの間で核兵器や戦力、ミサイル、こういったものの軍縮規定、こちらの条約があるわけですけれども、こちらを更新するのかどうかということで揉めました。もともとトランプ大統領の時からこちら揉めていたわけなんですけれども、延長について。その背景、理由というのが、冷戦時代に作られた条約の延長になるんですよね。なので冷戦時代はアメリカと旧ソ連、今のね、ロシア、ソ連との間で米ソの2カ国が軍縮をすれば、それは世界の軍縮につながったという時代に作られた枠組みなわけです。それに対してトランプ大統領、ここに中国とか入れなきゃ意味ないじゃないかと、こんなものを更新しても意味がない、そういった対応態度でいたわけですね。でそれに対してバイデン政権になって、差は去りながら、この軍縮の枠組み条約をなくしてしまうと、ロシアとアメリカ、少なくともこの2カ国の核軍縮の枠組みがなくなってしまう、これは世界の、ね、軍拡につながってしまうので、とりあえず更新しようということで、更新に合意をしたわけです。その更新に合意した中には、中国、こちらも、ね、含めた上で今後どういうふうな枠組みをしていこうかということをしっかりと検討していこうねっていうことが1年前、取り交わされたわけです。そうだよね、1年前、2021年の2月ぐらいだったので、だったわけです。その後しかし世界はなかなか実際にね、そういう多国間での枠組みの話ができず、昨日お伝えしました通り、核軍縮語る場の一つである NPT 再検討会議、こちらの会合、1月4日からニューヨーク市で開催される予定だったものが、こちら残念なことにですね、8月にとりあえず延期ということに決まってしまいました。もともと2020年にやろうというような話をしていたのが4回目の延期となってしまって、世界、どうなってしまうんだろう、安全保障、全然まとまらないじゃないかっていう、こういった不安感が今世界中に充満しているという状況です。ウクライナ10万単位で、ロシア軍が今展開をしており、雪解けでね、道がぬかるんでしまう前に、こう電撃的にロシアがウクライナに侵攻するんじゃないか、北京オリンピック、やってる最中に、来るんじゃないかとかね、いろんなことを今言われております。そして中国も中国で北京オリンピックが終わったり、共産党大会、大可なく終わってしまった後、この秋以降にですね、台湾の問題とか、そういったところをますます激しくなっていくんじゃないか、あるいは今回、アメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアという P5 と呼ばれる5カ国、
このね、安全保障、国連の安全保障理事会の常任理事国である5カ国、以外で核兵器を保有しているよと宣言しているインド、パキスタン、こういった国々についてもですね、インドと中国、今、ヒマラヤとかのある方のね、国境付近で、バチバチに軍を展開して、衝突までは、去年はね、激しい衝突ありましたけれども、今、衝突には至ってませんけれども、睨み合いが続いているという状況になっております。さらに、イランの核問題。こちらについても協議再開をされておりますけれども、合意に至るかどうかというところは全然見通しがつかない。さらに日本のお隣、朝鮮半島には北朝鮮という核兵器をね、もうバリバリに持っちゃって、で、さらにいろんなミサイル開発、日本がね、迎撃しづらいような形のミサイル開発をどんどん進んでいるというようなことで、やっぱ世界の軍縮の問題、安全保障の問題というものを見渡してみる限りにおいて、どうしようもないじゃないか、これはもうどうしたらいいんだっていうようなね、状況が続いてしまっています。今名前挙げなかったところ、他にはですね、やっぱりイスラエルとサウジアラビアとかね、このあたりについてもイランの核兵器問題、核開発問題、こちらに絡んで、イスラエルやサウジアラビア、こちらに方についてもね、核武装についての議論、検討、こういったもの、まあ、イスラエルについては保有もして、すでにしているんじゃないかという疑惑もあったりとかするわけですけれども、こういった状況下において、少なくとも NPT 再検討会議が延期されたということがね、決まった、後に、アメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアの5カ国が、共同声明を発出したということ、こちらについてはね、やっぱり意義はあるものだと思います。もともとこの5カ国、核拡散防止条約 NPT、こちらに、ね、基づいて核軍拡の競争を終わらせるための交渉を進める方針を示しておりましたが、こちら延期されてしまったことに伴い、しっかりと、ね、でも対応していくんだと、核戦争の回避、これが、ね、責務なんだということを、改めて、米英仏、中国、ロシアが、初めての共同声明、これに関するね、初めての共同声明を出すことによって、こう安定に向けてという話ではありますが、まあ、そんなね、口先だけでなんか、共同声明出したからといって世界が変わるのかと言われたら、まあ、多分変わりはしないんですが、やっぱり少なくとも共同の意識を持っているよということ、こちらは少し前向きに捉えられる、まあ、半歩もいかない話かもしれませんけれども、まあ、こういう共同声明が出たんだなということで、引き続きまだウクライナ情勢含めて、全て予断を許さない状態ではありますけれども、核戦争を抑止に向けてですね、しっかりと行動を積み重ねていってほしいなと思います。この後ですね、ウクライナ情勢については、NATO やアメリカとのロシアとの話し合い、こちらがね、1月上旬に、これから1週間以内ぐらいにですね、開催されていきますので、まあ、そちらもしっかりとウォッチしていきたいなと思います。